始めないとも結構ですよ。いいですか？じゃあ始めます。まずはですね、この楽器は一般的に今使われている地域、フランスなんですけど、フランスの中部地方、ベリ地方の曲、マズルカを1曲目にやってみたいと思います。
年ぐらいで、ちょっと近づいてみると、なんと自分の彼女が亡くなってた。で、それを見てですね、ものすごく悲しんで、この彼女の亡きがらに向かってですね、抱きしめて、で何回も抱いてみて、なんとそのペイルも一緒に死んでしまったという悲しい内容の歌です。で、それをちょっとこれから歌付きでやってみたいと思います。またちょっとチューニングを。Thank you.
またチューニングで。
まあ、ちょっと時間があるので、ちょっと漫談。で、ハーディナーディっていうのは、通常ですね、メロディー弦が、旋律を作るための弦が2番。で、伴奏するための、低音を出すためとか、糸が弦がですね、まあ、3番。で、リズムを出すための、ピピピ、さっきからピピピチキチキチキなんて音がする、リズム専用の弦が、1番。スタンダードには6本で、できています。で、曲によってですね、いろんな弦を増やしたりします。で、いろんなですね、バリエーションを出せるようにしています。で、私はですね、もともとシンセサイザー奏者なんです。で、この楽器はシンセサイザーとすごく近いところがあるなといつも思っています。音もちょっとよく似てます。で、この楽器にはですね、エコーをつける装置もついてるし、音程を変えたり、周期に変えたり、いろんなものがついています。なかなか便利な楽器で、だから工事の人にとってはすごい楽器だったと思うんですけどね。多分カラスが喜んでるね。カラスも喜んでるかもしれませんけど。ね、これね、この楽器は昔、精神病の治癒にも使われた。だからある種のね、なんか興奮させるようなものがあるなと思っています。ですのでですね、皆さんもですね、思いっきりこの、時間を、ね、楽しんでやってください。よろしくお願いします。で、次はですね、中世があって、一曲やってみたいと思います。モンステラートの赤い本って中が、有名のですね、本があります。モンステラート修道院の中で、当時、中世の時代に歌われたですね、曲が何曲か入っています。その中の、一つに、ポロロンレジーナ、曲をですね、これからやってみたいと思います。なんかチューニングだったりしてるような ちょっとね、弦を1本足したんですけど、ちょっとね、音も太くなりましたね。ガラス聞いてよ。じゃあ、いきます。
で次は楽器を交換します。ちょっと待ちください。
最後になります。ちょっと推薦に続けております。時間ないです。で、最後に今日は、ジャンバテストルミの、コリア、スペインのコリア、コリアでいきたいと思います。
どうもありがとうございました。あとですね、別に私のバンドの CD が本当に本当に興味ある方にとっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。